アルビンド・スワーミは、インドのタミル語映画で活動する俳優、実業家、テレビ番組司会者。ダラパティ・オドル・ゴッドファーザーで、俳優デビューした。タミル・ナード・シュー・マドラス出身。父 VD ・スワーミは、実業家、母、CVSV ・バサンタはダンサーだった。スワーミは、シシュアスクールを経て、ドンボスコ高等学校に進学し、1987年に、卒業した。 1990年に、ロヨラ大学を卒業し、小学士号を取得した。その後は、アメリカ合衆国のオスカロライナ州の、ベイクフォレスト大学に留学し、国際ビジネス学を専攻した。スワーミーは、医師を目指しており、学生時代には、モデルのアルバイトをしていた。彼が登場する広告を見たマニラトナムは興味を抱き、面会を求め、 三島出資版と共に新作映画の構想を伝えた。1994年にガヤトリ・ラ・アーマムル・ティと結婚し、1996年に娘、2000年に息子を設けた。しかし、夫婦は2010年に離婚するまでの間、別居状態だった。2012年に弁護士のアパルナ・ムカルジーと再婚した。ガヤトリとの離婚後は、子供の親権は、スワーミーが有している。 ラトナムに俳優として起用されたスワーミは、1991年にダラパティオドルゴッドファーザーで主役を演じて俳優デビューした。彼は引き続きラトナムのロージャー、ボンベイに出演し、両作はタミル・ナード州映画賞、ナショナルフィルムアワードを受賞している。ボンベイでの演技はタイム氏から魂のこもった演技と絶賛され、この他にも複数の映画賞を受賞している。 1995年には、ライオンキングのタミル5吹き替え版に、シンバ役で出演し、1997年には、ラジーブ・メイノーンのミンサラ・コノブーに出演し、同作は、工業的な成功を収めて4つのナショナルフィルムアワードを受賞した。1999年にジェイマヘンドランのサショムムに出演し、2000年にラトナムのアライ・ポテにゲスト出演した後に俳優を引退して、 実業家活動に専念した。彼は1990年代に父の会社の役員として国際貿易や建設事業に従事しており、2000年時点でインタープロ、グローバル社長、プロリースインディア会長兼社長を務めていた。2005年には人材派遣会社を設立しており、同年に事故に相背骨を負傷した。スワーミは部分的な足の麻痺に長年苦しみ、 4年から5年の歳月を治療のために費やした。スワーミが足の治療を終えた頃、ラトナムは新たに制作するカドールにスワーミを起用し、彼は俳優復帰のために1 5ラム減量した。同年にシバンのロ論でナレーターを務めている。2015年にはソニー・オルバンで悪役を演じ、批評家から高い評価を得て、複数の映画賞を受賞した。 2016年にはソニー・オルバンをリメイクしたテルグ語映画ドルーバでラーム・チャランと共演しており2016年にはヒンディー語映画ディア・ダットに出演した同年にニー・ニョガラム・ベララム・ウォルコリー第3シーズンの司会者に起用された2017年にボガンでジャヤム・ラビと共演し批評家から高い評価を得た2018年に バスカル・ザ・ラスカルのリメイク作品、バスカル・オル・ラスカルに出演し、同年には、チェック・シバン・サバナムに出演している。ありがとうございます。